森山文部科学大臣は国会で2021年の衆議院選挙の際に旧統一協会の関連団体との政策協定にあたる推薦確認書に署名したかを問われ十分に内容を読むことなくサインしたかもしれないと述べました推薦確認書を締結をしていたのではないかこの推薦確認書の件も森山大臣は記憶がないんでしょうか。 よく覚えておりません十分に内容をよく読むことなく採用したのかもしれません森山大臣はこれまで推薦状を受け取ったかどうかについて記憶はなかったと説明していましたが今日改めて問われるとあったのかなと薄々思い出してきたと発言を変えました一方林官房長官は記者会見で 2021年9月に旧統一協会関連団体の関係者と地元山口県の事務所で面会していたと明らかにしました。ただ、選挙の支援や寄付などについては受けていないと否定しました。また、立憲民主党は自民党の派閥をめぐる政治資金事件について、安倍派の萩生田前政調会長が政治資金収支報告書の訂正の際に支出欄などを 不明として訂正したことについて脱税の疑いのあるマネーロンダリングだと批判しました。